の学年証、君って2年生だよね。2年生校舎の中のみんなは無事？そっか、中の様子は知らないのね。残念。校舎の中の様子が分かったら教えてね。1階が霧に覆われてて、迂闊に入れないの。買い物いじめはいただけねえな。ったく、意志のねえやつとの喧嘩なんて身にならねえ。大丈夫？おう、当然。君ならもっとスマートに対処できたんじゃないの？買いかぶりすぎだ。それに命という字は人を人叩きすると書く。つまりてめえの命を守るためなら躊躇せず叩けってことさ。まあジジイの受け売りだけどな。はいはい。それじゃあ、この子たちは私が連れてくからね。頼んだ。一応加減はしてるし、大事はないと思うが、猫先生が見てくれるなら安心だ。はいはい、白猫先生に任せてね。ところで、見ねえ顔だな。いや、てめえが誰かなんてどうでもいいか。うせな、怪我するぜ。しょうがねえな。そんなに中に入りてえなら、俺が案内してやる。やっぱりな、俺の略奪の力を弾くとは貧弱そうななりして意外にやるな。俺は伊達良太郎、暴食の契約者だ。てめえは誰だ？どうしてここに来た？新生徒会の副長ね。契約者を倒して学園を元に戻したいっていう目的は分かった。一橋を倒したってんなら一応は実力も認めてやる。
協力しろってしつこく絡まれたことがある。考えが気に食わねえからボコってやった。俺もお前らと同じで学園からは出たい。だがこの権能を失うわけにはいかねえ。俺の考えとてめえらの考えが相入れないってんならやり合うしかねえかもだ。今はダメだ。2年生校舎で奇病が蔓延してる。十中八九誰かの権能だ。理由はわからねえが無差別に校舎内の奴らを苦しめてる契約者がいる。まったくもって気に食わねえ。だからまずはそいつをぶっ飛ばさなくちゃならねえ。その後でならいつでも相手してやるぜ。そうだ、てめえも手伝えよ。その方が話は早そうだ。ジジイも言ってたっけか、味方にこそ最善の敵を持てってな。頼むぜ副長。第一部伊達良太郎編、因果複製病理。さっさと校舎に入って契約者を探したいところだが、情報交換をしようぜ。お前がどうやって契約者を倒したのか方法を教えてくれ。イデアってのを全て壊せば契約が無効になるし、霧の中だとイデアにつながる着信がかかってくるか。なるほど、理解した。霧は校舎内に広がってる。奇病を生んでる契約者のイデアに対応してるはずだ。さっさと霧の中を調べて目障りな契約者をぶっ飛ばそうぜ。入り口は目の前だったな。うっかりしてたぜ。見ての通りのありさまだ。苦しみは訴えるくせに体には異常がない。発症者はこの校舎の生徒だけ。そしてこいつらからはわずかに権能の気配を感じる。俺の力は略奪継承、相手の力を奪うことができる。こいつらから溢れる力の残滓は前に一橋から奪った力に似てんだよ。いびつで不気味、権能の力特有の感触だ。とても微弱な力だ。俺たち契約者みたいに少しでも権能への耐性があれば効かないだろう。
おお、かわいそうに、かわいそうに。なんという世界は、神は、なんと残酷なんだ。君は？見ない顔だが、その学年証をつけているということは2年生か。気をつけるんだ。この校舎は呪われている。学園に異変が生じ、霧や結界が出現してからというもの、私の大切な生徒たちが次々と、私らが、子供たちが何をしたというのだ。何もかも狂っている。呪いか、理不尽な神罰か。せめて祈ろう。呪いだ神罰だとくだらねえ。さっさと行くぞ副長、こんなところでうじうじしてても仕方ねえ。く、牛、助けて。急ぐぞ。待ちなさい。良太郎か、君という人間は。そこ塞がれると邪魔なんだけど。友達がすぐそばで苦しんでいるんだぞ。それを無関心に通り過ぎようだなんて、君に人をいたわる心はないのか。友達、名前も知らないやつを友達とは言わねえよ。なんと哀れな、あんなに素直でいい子だった君がどうしてこうもひねくれたのか。亡くなったおじいさんが知ったらどれほど悲しむか。じじいはそんなことじゃ悲しまねえよ。妻夫木先生、いいからほっといてくれ。放っておけるはずがない。君の祖父は私の友人だったんだ。だからって俺には何の関係もねえけどな。それでほっとかないってんなら俺をどうしてくれるんだ。祈ろう。はい。君が優しい心を取り戻せるように、その罪を許されてこの呪われた学園内で無事にいられるように、せめて私だけは君のためを思って祈ろう。馬鹿らしい。祈りで人は救えねえよ。待ちなさい。うん、伊達の野郎、よくも妻夫木先生に。先生もずっと苦しんでるのよ。年長者に暴力を振るうとは、今度こそ見損なったぞ。なんだよ。別に、どいつもこいつも心まで病んでるなって思っただけだよ。廊下の奥に階段がある。
1階はそこからだ。急ぐぜ、副長。方向が逆だったな。妻夫木先生は俺のジジイの友人だったんだ。小さい頃にも何度か会ったこともある。確かその時は別の学園の校長をやってたはずだ。教育関係だと結構名が通ってた。国から勲章なんかも授与されてるはずだ。俺のジジイが一目置いてたくらいだ。事実立派だったんだろう。あの人が体調を崩して元の学園を辞めたのが5年前くらいだ。うちのジジイが死ぬ直前に気にしてたからよく覚えてる。それが何の因果か2年前にうちの学園にやってきた。なんとなくだが当時の面影から変わったように思っていたが、この後に及んで祈り事とはな。随分朦朧してるみたいだ。祈りにすがる手があるならばその手で抗うべきだ。嘆く暇があったら助けるために行動するべきだ。あんな奴を信奉して従ってるなんて他の奴らも心を病んでやがる。何かに頼り任せるってのは自分の意志と権利を捨ててるってことだ。意志と権利を放棄した生き方にそいつとしての価値なんてない。そんな生き方俺はまっぴらごめんだぜ。人生ってのは自分の価値を世界に刻むためのものだからな。ここも深淵とつながっているようだな。得意点のある異界につながる番号だ。感謝して使うがいい。行くぞ、亮太郎。奪って行くぞ。行くぜ。おい、かわいがります。消えて殲滅してやろう。覚悟して。横やりするぞ。たやすい。行くぞ。くらえ。援護します。我慢しろ、くらう。排除するから。続けて、たまるか。倒す。今日フォローして合わせかわいがります。
お願いします。わかった。容赦しない。援護します。殲滅してやろう。頼む。わかった。くらえ。もう一撃。貴様に死ね。厳しいか。くらえ。あわせ。かわいがります。殲滅してやろう。お願いします。厳しいか。巨に上手。殲滅してやろう。頼む。やる。巨に上手。じゃないか、龍太郎。この戦いを踏み台の一つ。
おう。よう、かける先生。にしても汚え机だな。姉子先生が愚痴ってはいたけど、こりゃ想像以上だ。ふん、認識が甘いな。あ？これでもまだ綺麗な方だ。このおっさん、なんで得意げなんだよ。お兄さんと呼べ。それはそうと、副長、随分なレアキャラを連れてきたな。悪いが、こいつの方向音痴は好意の俺には直せないぞ。こいつは迷子の風来坊で有名なんだよ。迷子が原因で学園内でもまず見かけない。黙って聞いてりゃ随分失礼じゃねえか。この俺が迷子になんかなるわけねえだろ。え、自覚なかったの？自覚も何も、事実迷子になんてなったことねえよ。確かにいつも寄り道は過ぎるけどよ、目的地にたどり着けなかったことなんてないぜ。寄り道ねえ。課外活動からの帰りの時なんて、その寄り道に丸1ヶ月くらい費やしてたよな。確かに最終的にはお土産積みまくったトラックで学園に戻ってきてたけど。課外活動の帰りか、懐かしいな。確か教師陣にはヤチムンを土産に渡したんだっけか。ヤチムン？俺がお前からもらって覚えてるのは不気味な木彫り人形くらいだよ。それはニポポ、別の時だ。林間学校の帰り、北海道に立ち寄った時の土産だったかな。どっちも懐かしいな。ヒッチハイクで移動して行く先々でいろんな出会いがあってよ。人間、存外一文なしでも生きてけるもんなんだなって学んだよ。しないとは思うけど、副長、良い子は真似するなよ。で、どうして副長と風来坊が一緒にいるんだ？かける先生は異界とか契約者のこと知ってんだってな。俺は暴食の契約者だ。こいつら新生徒会のやつらとは相入れない立場だが、2年生校舎に厄介で有害な他の契約者がいてよ。そいつを倒すために一時休戦して共闘してるんだよ。2年生校舎、白猫先生は無事か？そっちにいるだろう。ああ、元気に駆け回ってるよ。ならよかった。二人ともくれぐれも白猫先生に大事がないように頼むぞ。あの人が戻ってきてくれないと俺が楽できなくて困るからな。こんなのが好意で、この学園は本当に大丈夫なのか。安心しろ、俺は時と場合の選べる男だからな。その気になればきちんとできる。どうだか、その人やらをいつか見てみたいもんだ。いつかな。で、ここには受診しに来たんだろう。男二人、モチベーションは上がらないがきちんと見てやるよ。青色が悪いな。もう大丈夫だ。
あまり無理はするな。会長、久しぶりだな。副長、とんでもない人を連れてきちゃったね。おいおい、新生徒会なんて大層な名前のくせして、なんだこのしみったれた場所。この人が、あの伊達良太郎さん。御曹司だっていうのも理由の一つだけど、美術の実技でヌードモデルを連れ込んだとか、課外活動中にはぐれてそのまま日本一周をして戻ってきたとか、伊達さんのせいで校則が増えて生徒手帳の厚みが変わったとか、いっぱい伝説を持ってるの。去年なんか始業式を抜け出したままの足取りで蒸発、家族にも黙って1年間も海外を放浪してたんだよ。戻ってきたのは最近。それが原因の留年で、今の学年はお兄ちゃんと同じ2年生だけど、もともとはのぞみさんのクラスメートだったはずだよ。ええ、その通り。当時はクラスだけじゃなくて学園中大騒ぎだったんだから。で、どうして伊達くんが新生徒会の部屋にいるの？それは俺と副長が組んだからだ。ある契約者をぶっ飛ばすまでの間だけどな。はい。そもそもどうして伊達くんが契約者のこと知ってるの？そりゃ俺が暴食の契約者だからだ。伊達くんが契約者か。なんか頭痛くなってきた。ギギ、次の仲間は流浪者か。あ、なんだこの声。契約者なら我が姿をさらしても大丈夫だ。ギギギ、ずいぶんと我の強そうな男だな。我はバニタス、深淵なる存在。お前もなかなか面白そうな人間だな。我をあがめ敬うなら手助けをしてやってもいいぞ。ぬいぐるみ？いや、この雰囲気は悪魔だ。悪魔だろうが何だろうが関係ねえ。俺は俺の意志にしか従わねえからな。ギギ。副長、お前の関係者はどいつもこいつもまともじゃないな。お、ふわふわだな。イケてる手触りだ。この毛並みの感じはレッキスか。伊達くん、念のために聞いておきたいんだけど、剣能が危険な力だって話は副長から説明されてる？ああ。だが、それがどうした？どうしたもこうしたも世界の歪みを生む力なのよ。たかが知れてる。核兵器とかに比べりゃ可愛いもんだろう。どういう理由があろうと、俺は権能を手放すつもりも
お前らにやられるつもりもねえよ。叶えなくちゃならねえことがあるんだ。今回は縁あって手を組んだが、この一件が片付いた後、お前らが俺の邪魔をするってのは、そん時は敵同士かもな。伊達先輩、今は出席日数足りてるんですか？やぶからぼうな質問だな。今年は問題ねえよ。だったら留年の心配はないですね。学園が元通りになってもまたちゃんと同行してくださいよ。余計なお世話だ。のぞみさんが言ってましたけど、伊達先輩ってテストの成績はいいんですよね。それなのに出席日数で留年とかもったいないじゃないですか。学費だって無駄にかかっちゃいますし、親御さんに怒られちゃいますよ。いいんだよ。ジジイの通ってた学園がどんなもんか知りたかっただけで、卒業が目的じゃねえし、学費も一応は自分で払ってるからな。え？自分でってアルバイトとかですか？数年前に起業を手伝った会社の株を売った。どうした？今更な話ですけど、ラッチ外な人だなと思いまして。よう、てめえも契約者なんだってな。皇帝、私は怠惰の契約者。それはそうと、初対面の人間に開口一番てめえは失礼。私には駿河台心という名前がある。わかったよ。今度からは駿河台って呼ぶことにする。俺は伊達良太郎、暴食の契約者だ。よろしくな。よろしく、伊達。伊達？ああ、駿河台は1年生だよな。リボンの色を見れば一目瞭然だよな。どうしたの、伊達？何か気になることがある？後輩からいきなり呼び捨てにされたのは初めての経験だな。あなたが私を名字で呼ぶから私もあなたを名字で呼んだだけ。ダメだった？うん、いや別に構わねえよ。そう、でも名字の呼び捨てが嫌なら言って。ダーとかリョウちゃんとかいい感じの相性を作る。いや、今のままでいい。残念。ところで、伊達は暴食の契約者ということだけど、権能は食事に関するものなの？いや、略奪継承の力だ。相手の力を奪って自分のものにできる。望めばいくらでも強くなれる。暴食にふさわしい強力な力だろ。はあ、そう、それはすごい力。全然感心してなさそうだけどな。ため息までついてよ。何にがっかりしたんだ？焼きそばパン。は？食に関する権能であれば、愛しの焼きそばパンを手に入れる可能性もあるのではと期待した。副長、こいつ大丈夫か？その通り、私は安心安全。いや、そんなこと聞いてねえよ。あんたがあの伊達良太郎か？あの？あんたの噂は中等部でも有名だから、どうしようもない問題児だ。噂が本当のことなら
この学園に似つかわしくない害虫みたいな人だと思ってたけど、暴食の契約者になるなんて噂以上にどうしようもないやつだったみたいだな。略奪継承の力、そんな意地汚い力を欲するなんて。害虫は害虫でもあんたはウジ虫の類だ。言うねえ、ユダ信也、学園長とユーゴさんの子供なんだって。子供って言っても養子だけど。養子も子供だろ。そうかもしれないけど、俺みたいなのが二人の子供を名乗るのはまだおこがましいというか、自信がないから。いただけねえガキだな。何？俺が意地汚いウジ虫だってんな。自分を卑下してクソみたいな弱気をこね回してるてめえは、さしずめふんころがしだな。喧嘩売ってんの？先にふっかけてきたのはてめえだろ。ウジ虫にウジ虫って言って何が悪いんだよ。あんたみたいな身勝手な契約者、存在してること自体許せないってのに、真っ先にあんたのイデアを叩き割ってやってもいいんだぞ。いいぜ、やれるもんならやってみろよ、ふんころがし。痛い目を見てママにすがりつくのがオチだぜ。争いは同じレベルでしか生まれないって言葉もあるけど、お互いを虫だって言い合ってる二人には本当にぴったりな表現かもね。同レベル？俺とこいつが。ああやめだ。そうですね。ナイス一言だったね副長。まさに寸鉄人を刺す。この場合寸鉄じゃなくて虫ピンかもだけど。ギギ